はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校社会のなぜということで、公民の分野で学習する、この基本的人権ね、それをまとめていきたいと思います。で、まずですね、基本的人権何かっていうので、ちょっとここにね、書いてるんですけど、人が生まれながらに持っている、誰にも犯すことのできない権利、ね、これを人権と言いますよってね。だから人権ってね、ちょっとね、目に見えるものじゃないんですけど、ね、目に見えるものじゃないけど、こういうふうにね、生まれながらに持ってるね、犯すことのできない権利だよと。で、じゃあこのね、基本的人権ってね、具体的に、どういうふうなね、ものがあるかというので、ここでは全部でね、5つ紹介してます。まず、自由権ね。これ自由に生きる権利ですよと。そして、平等権ね。平等に扱われる権利。そして3つ目が、社会権。人間らしい生活を営む権利。で、4番目が参政権。これ書いてある通り、政治に参加する権利ね。で、5番目、請求権。請求権っていうのはね、人権がね、侵害された、侵された時に、国などにね、その、侵害されたから、その救済を求める権利のことを請求権と言いますよ、ね。で、この5つをね、基本的人権というふうに大体言うんですけれども、ね、それぞれにね、ちょっと特徴があって、まず人権っていうのが、もともとね、重要視されるようになったのが、市民革命っていうのがね、歴史の時間にありましたと。市民革命。で、これ何かっていうと、市民革命っていうのは、例えば、イギリスの名誉革命とか、フランスのね、フランス革命、アメリカの独立革命、独立戦争ね。なので、このね、市民と呼ばれる人々が、そのね、求めたのが、人権の中でも、この自由権、ね、自由に生きる権ね、例えばなんか好きなね、ところに住んでね、いきなりなんかこう、逮捕されたりとかね、いきなり囚われたりとかしないで、ね、で、いろんなことをね、考えて、それを発表したりとか、研究したりとかね、そういうのを自由にしていいんだっていうね、この自由権。そして平等権ね、身分に違いがあってもね、国に、平等にね、扱われるんだってね、扱ってくれというこの平等権。この自由権とか平等権とかね、こういうのを求めて、市民が革命を起こしたのが市民革命ね。で、このね、市民革命が起きて、このね、人権の中のこの自由権とか平等権っていうのが、だいぶね、保障されるようになってきた。で、そうやって、このね、市民たちが経済活動をね、活発にして、資本主義経済、ね、資本主義経済が発展していくと、今度はね、経済の格差、つまりこう、お金持ちの人と、こう、貧しい人っていうのの格差がね、激しくなってきた。で、そうやってその、格差が激しくなって、その貧しい人とか、あと弱者ですね。お年寄りとか、障害を持ってる人とか、子供とかね。そういう人たちにしてみれば、ね、この自由権とか平等権を与えられても、人としてね、まっとうにね、生きていくことができなかったと。この自由権、平等権だけではね。で、なので、ね、そうやって、貧富の格差とかね、そのね、弱者の格差がね、強くなってきた、大きくなってきたのを踏まえて、この社会権というのがね、新しく言われるようになってきましたよと。で、社会権というのはね、この新しくこうね、人間らしい生活を営む権利、ね、これを保障しようというのが、考え方が出てきた。で、それが初めてね、この社会権というのが、その憲法で規定されたのが、ワイマール憲法というね、これ第一次世界大戦後の、ドイツね、ドイツで、できたワイマール憲法というのにね、この、社会権っていうのが、初めて、表されましたよと。で、いうのがね、このとりあえず基本的人権の中の自由権、平等権、社会権と。で、それだと別にね、あとこの参政権とか請求権とかいうのがあって、これはどちらかというとこのね、この基本的人権を確保する、基本的人権、自分の基本的人権を、守るための、権利が参政権とか、請求権になりますよと。で、参政権っていうのはね、こう、選挙に行ったりして、ね、自分の人権をね、こう、侵害しないような人をね、政治家に選んだりすることで、その政治に参加して、ね、自分の人権をね、侵害されないような政治をね、行うようにするよと。で、請求権っていうのは、万が一ね、自分が、人権がね、侵害された場合には、裁判を受けたりとかね、で、その、受けたその、人権をね、侵害された、その内容をね、救済してもらえるような、
ことを求めるというのが請求権がある。だからこの参政権選挙権っていうのは、このね、自分の人権を守る、確保するため の権利ですよと。で、じゃあ細かくね、この5つの権利見ていくと、まずこう自由権っていうのは細かく見ると、身体の自由、精神の自由、経済活動の自由っていうのがありますよと。で、身体の自由は、まあ、正当な理由なく、捕らえられたり、拘束されたりしないとね、いきなり歩きやってきてね、警察の人とかがやってきて、いきなりこう牢屋にね、入れられたりとかね、まあ、そういうことはないですよとね。まあ、もしね、なんか例えば、犯罪をしたとね、いう可能性がある人ね、そういう人を、まあ、逮捕したりとかね、そういうことをする場合も、ちゃんとね、警察が裁判所にね、逮捕令状っていうのを出してもらわないと、勝手にね、逮捕できたりはしないとね。まあ、刑事ドラマとかでね、よくこうね、令状をこんな、犯人にこう見せてね、で、こう家の中捜索したりとか、本人逮捕したりとか、ありますよね。そういうふうに、勝手にそういうことはね、されないよ、と。というのが身体の自由。で、まあ、精神の自由。まあ、精神っていうのはね、こう心の中で、思ったりとか、こう頭の中で考えたりすることは、まあ、自由ですよ、とね。まあ、思想、良心の自由ね。で、信教。まあ、信教の自由は特にこうね、宗教ね、宗教で、まあ、いろんな神様とか宗教を信じてもいいですよ、と。で、集会結社、表現の自由。これはまあ、そのね、こう、いろんな考えをある人たちが、こうね、仲間を作って、ね、グループ作ったりとかして、まあ、あとはね、その出版とかして、その自分の考えとかをね、表現してもいいですよ、と。で、まあ、学問の自由っていうのは、自分の中でね、なんかこう、気になることとか、探求したいこととかをね、研究したりするのは自由ですよ。それが学問の自由。だからまあ精神の自由っていうのは最初言ったように、まあ頭で考えたり、心の中でね、思ってたりする、信じたりするのは自由ですよ、と。で、次が、経済活動の自由。ね。で、経済活動の自由。まず、居住、移動、職業選択の自由。ね。まあ基本的には好きなところに住んだり、好きなところにこうね、移動していったりとか、まあ好きな仕事についていいですよ、とね。好きな仕事を選んでいいですよ。例えば、親が、大工さんなら、子供も大工さんとかね。まあそういうふうなのは、ないですよ。ね。親がどんな仕事についていても、まあ子供はね、子供で、自分の好きな仕事に、選んでいいですよ、と。で、あとは、まあ財産権の保障。ね。自分が持ってる財産、例えば家とか土地とか、まあ貯金とかね、そういうふうな財産を、こういきなりね、お金が足りないからって言って、王様とかがね、じゃあお前の土地渡せとか、お前のお金ね、こんだけの税金として取るぞとかいうのはありませんよとね、財産、その個人個人が持ってる財産っていうのはね、ちゃんとこう保証されますよということですね。まあ、これが、自由権の細かい内容になりますよとね、自由権の中にも身体の自由、精神の自由、経済活動の自由があって、まあ、それぞれね、細かくこういうふうな内容が、憲法とかにね、書かれてますよと。で、次が、まあ、平等権。まあ、平等権はね、まあ、平等に扱われる権利っていうことで、まあ、世の中にね、こう、いろんな差別がありますよ。で、実際まあね、その、問題とか、テストとかでね、問題とかでね、よく出てくる、まあ、その、まあ、差別されてて、まあ、それをね、なくそうっていうので出てくるのが、まあ、ブラック差別とか、まあ、アイヌ民族に対する差別。これも、アイヌ民族に対しては、アイヌ文化振興法、ね、アイヌ文化振興法っていうね、法律でね、こう、アイヌの文化をこうね、こう守っていきましょうっていうような法律もできている。あとはまあ在日の、まあ、韓国とか、まあ、朝鮮人の人たちね。で、まあ、あとは男女差別ね。この男女のこう、ね、格差を解消するために、男女雇用機会均等法ね、男の人も女の人もね、こう雇う際とかに、働く際に、そのね、差をつけないようにしましょうっていう男女雇用機会均等法とか、さらには男女共同参画社会基本法とかね、そういうのが出てくるので、まあ、その辺のね、法律をよく押さえておきましょうとね。で、まあ、この障害者の人に対してのね、差別とかそういうのもなくして、まあね、平等に障害者の人も暮らせるようにしましょうっていうので、障害者の人では、障害者基本法とかね、まあ、あとバリアフリーとか、ノーマライゼーションとか、そういうふうなことがね、よくね、テストとかでは聞かれます。で、続いて、3番目がこの社会権ですね。で、まあ、このね、自由権とか平等権だけではね、実際に人間がね、その弱者の人が人間らしい生活をね、営む権利をね、こう、守ることができないので、新しくね、まあ、20世紀になって出てきたのがこの社会権。で、社会権の一番基本となるのが、この生存権と呼ばれる、考え、権利で、生存権っていうのはここに書いてあるんですけど、まあ、健康で文化的な最低限度の生活を営む権ね。これはもう憲法の第25条に書いてありますよと。
で、他にもね、社会権として、まあ、教育を受ける権利、そして、まあ、勤労の権利、ね。で、さらに、まあ、労働者の権利として、労働三権。これはもしくはね、労働基本権とも言いますね。で、労働三権っていうのは細かく見ると、団結権、団体行動権、団体交渉権っていうね、3つがありますよ。まあ、それぞれね、これ、団結権というのは、この、労働組合というのが労働者の組合ね、それをつく、あの、作ることを認めているね、作れる権利と。で、団体行動権というのは、その、労働組合が、ね、その、自分を雇っている人に対してね、その、いろんな、あの、雇用の条件についてね、こう、あの、ストライキかな、そう、行動なんでね、ストライキとかを起こしたりしてもいいですよ、とね。で、この団体交渉権っていうのは、その自分を雇っている人と、まあそういうね、労働条件について、いろいろ交渉することをね、認めているよ、っていうのが団体交渉権ね。で、次が4番目ですね。今度はね、参政権。まあ、あの、政治に参加する権利ということで、まず選挙権、非選挙権ね。選挙権っていうのは、まあその、あの、なんだろう、あの、国会議員ですね。とか、まあ、地方の議員さんとかの、選挙の時に、まあね、あの、一票を投じることができる権利が選挙権。で、非選挙権っていうのは、この選挙される、つまり、あの、立候補してね、国会議員になるために立候補したりとか、地方議員になるために立候補したりというのが非選挙権、ね、が認められている。で、あとはね、最高裁判所の裁判官の国民審査っていうのがね、ありますよと。最高裁判所の、裁判官がね、ふさわしいかふさわしくないかっていうのをこうね、国民が、まあ、あの、審査することができるという国民審査っていうのもあると。で、他にも、憲法が改正されるときにはね、その憲法を改正するかどうかっていうのを、国民が投票する国民投票というのがありますよと。で、あとはまあね、住民投票って言って、まあ、そのね、そこの地域の住民にとって、まあ、重要なこととかはね、住民投票で決めることもあると。で、あとね、この請求権とよく間違いやすいものとして、請願権というのがあります。これ、請願権って何かというと、まあ、例えば、身近なね、地域で言うと、まあ、例えば、なんか、うちのね、近くに、まあ、すごいね、こう、氾濫しやすい川があるので、川のね、工事をしてほしい、護岸工事をしてほしいとかね、他にもちょっとね、ここに橋があるとね、すごい生活がね、便利になるので、ここに橋を建ててほしいとかね、あとはまあ、学校がないので、学校を作ってほしいとか、まあそういうふうに、いろんなこう、お願い事とかね、そういうのを、政治家の人とか、まあ役所とかね、例えば、国で言うと省庁とか、そういうところにこうね、例えば嘆願書とかを書いて、で、署名とかして、で、お願いしますってね、持っていくのは、やっていいですよ、ね、実際そのお願いが聞いてもらえるかどうかは別なんだけど、まあそういうふうにね、国とかに、地方公共団体とかにね、こういうことお願いしますってお願いしに行くのはね、いいですよっていうのが請願権ね。だからお願いすることを認めてる。まあそれが叶えられるかどうかは別だけど、とりあえずその嘆願書とか持って行ってお願いすることは、いいですよっていう権利と。で、最後が、請求権ね。請求権は、まあ、裁判を受ける権、まあ、自分の人権がね、侵害されたときに、まあ、裁判を、まあ、受けることができるよ、と。で、国家賠償請求権。まあ、これはね、国がやってるいろんなこの行政のね、中で、なんか損害を受けたときね、例えばその、公務員の人ね、まあ、例えば警察の人とか、消防の人とか、まあ、自衛隊の人とか、まあ、いろいろいるんですけど、まあ、そういうね、公務員の人とかのやったことで、まあ、わざとじゃないんだけれども、なんかちょっと手相が、損害を被ったと。で、そういう時には、このね、国家賠償請求権というのがあって、国に対してね、その賠償を、求めることができますよ、と。で、刑事保障請求権。まあ、これはね、無実の人ね、本当は、犯罪やってないのに、なんか、間違って、逮捕されちゃって、で、まあ、捕まって、で、刑を受けて、で、ずっとね、こう、刑務所にね、入れられてて、で、後から、実はその人無罪でした、無実でしたって分かった時に、そのね、逮捕されて、で、ずっと刑務所にね、入れられている、その間の期間の、ね、その人
のそのね、被った損害をちゃんとね、保証することを請求できますよっていうのが、これですね、刑事保証請求権。こういうのがね、認められてるよという感じですね。はい。なんで、まあ、最後ね、まとめになるんですけど、まあ、人権っていうのは、まず最初はね、この自由権、平等権、自由にいろんなことができるよ、ね、平等に扱われるよっていう、こういう権利だけだったのが、まあね、20世紀に入って、資本主義でね、格差が拡大して、弱者をね、弱者も人間らしい生活をするためには、この自由権、平等権だけ保障してもダメなので、このね、社会権っていうのがね、新しく、こうね、出てきたよと。で、またね、これだとはちょっと、目的が違って、この参政権とか請求権っていうのは、このね、基本的人権ですね。これを、守るため、確保するために、この参政権で、ね、政治家がね、政治するその政府とかが、まあ、その、自分のね、人権を侵害しないようにしたりとか。まあ、請求権で言って、まあ、もしね、人権が、侵害された時には、それをね、救済を国に訴えるというようなことがね、この請求権、参政権で、まあ、保障されているよという形になります。はい、で、ですね、まあ、これらね、ちょっといっぱい、まあ、出てきてるんですけれども、まあ、これらのね、ちょっと覚える語呂合わせっていうのも、後の動画でね、ちょっとやっていきたいと思うので、まあね、引き続きね、このチャンネル見てもらうといいかなと思います。はい、ではですね、今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。